Morgen. Oder also was? Morgen nochmal, 改めておはようございます。昨日電話で高校時代の、吉高と話をして、もっともっといろいろと情報発信をしていかなダメだなということになって、試しに YouTube を撮ってみようということになりました。ブログみたいな感じで、その一日の流れ、ルーティーンですよね、みたいな感じで流れで、今日試しに一日撮ってみようと。それでテストじゃないですけど、それで編集してもらって、吉高にどんな感じになるか見てみようという形で、今日は一日ビデオを撮ります。ワクワクします、頑張ります。そして僕のルーティーンとしては、毎週火曜日と木曜日の朝6時にほぼ9キロ、8.7 キロぐらいなのかな、こういう僕のコースがあって、ほぼ9キロランニングするっていうルーティンなんですが、今日は火曜日なんですが、仕事の現場の、人手不足により、ちょっと現場に助けに行かないといけないので、今日は、ルーティンのランニングなしで、今日の午後か明日に持ち越そうと思ってます。人手不足は僕のマネジメントブロックだと思っているので、それは自分の手でちゃんと助けに行きます。頑張ります。思ったのが、朝起きてからの時間、無駄な時間が多すぎるってこと。今日はまあ1日目でバタバタしたし、なんかデータがいっぱいで、消さなきゃいけないこととかたくさんあったから、それでバタバタし、今日はしょうがないとしても、まあそれは今日よりも前にも思ってたことで、もうちょっと朝の時間を有効活用していかなきゃいけないなって、今日ムービーを撮ってみても今日までも思ってたから、それは課題だな、今後の。まあ課題っていうか、そんなはすぐに変えられることだから、明日からまたちょっと意識して変えていきます。っていうのも、最近1ヶ月くらい前かな、オーディオブックとか聞き始めて、いろんな YouTube の動画とかで勉強したりとかしてても、朝の時間ってめちゃくちゃ大事って、みんなもう成功者が口を揃えて言うから、前からもずっと僕は朝活もずっとやってるし、朝行動するのはやっぱり好きだし、夜よりも全然
生産量が違うなっていうのは自分でも自覚してたんで、もうちょっとそれをうまく活用するために無駄な時間を朝消します。明日からもうガンガンやったります。ボールペン着きました。本来なら多分アウトバウンドで飛ばして40分もかからんぐらいで着くと思うんですけど、今日は雪が半端なくてめっちゃ時間かかりました。じゃあ行ってきます。とりあえず一つ目の現場おしまいです。これからゼーゲンというこっから多分20キロぐらい離れた次の現場へ向かいます。ドイツ独特の硬いパンです。朝食です。ちょっと遅いですが、あと相棒のコーヒー。めっちゃ雪降ってます。見えるかな。2軒目の現場を終えて軽く飯も食って、ベルギッシュグラードバフという隣、ケルンの隣町の、ショップを経由してホームタウンのケルンに戻ります。だいたい45分ぐらいかな。まあでも雪降ってたりするから朝もめっちゃ雪で時間かかったけど、雪降ってないことを祈って、雪降ってなかったら45分ぐらいでケルンの方向へ向かいます。戻ります。仕事から帰った後、なぜか急にめっちゃ体調悪くなって2時間ぐらい横になってました。めっちゃ弱い。こんなもんじゃない、情けない。家に届けてくれるドイツのサービスを使ってケバブの肉とサラダを頼んで今から食います。また今からちょっと活動してきます。情けない、弱すぎる。こんなもんじゃない。今お風呂で編集係の吉高に今日のムービー全部送りました。一日はこんな感じかな。でもまだまだ時間の使い方が下手くそだし、無駄な時間ばっかりあるから、もっと明日は時間を有効的に使ってもっといい一日にできます。もっと一日にしていかないといけないです。頑張ります。じゃあ今日はちょっと遅めの就寝ですが、おやすみなさい。グッドナイト。